はようございます。もう早起きさせられちゃったよ。大倉さん、いよいよ伝説のサングラスの第2弾が完成したって聞いて。これこっち、これね、ピーボー君も元気にサングラスをつけて、はい、これサングラス試着可能です。はい、はい、これデイタイムスペシャル、ついにででん、いや出来上がってきましたよ。プライムタイムスペシャルの時に、そうもうしばらくは作らないかもしれないとおっしゃってたんで、も1年ぐらいもう経っちゃってるんですかね。そう、経っちゃった。去年のね、今ぐらいだったかな、5月に販売したから。はい、で去年はこのね、プライムタイムスペシャルだったんですけど、今回はこれででん、デイタイムスペシャル。いやこの前ちらっとお話は伺えたんですけど、改めて自分今でもデイタイムスペシャルじゃない方、プライムタイムスペシャル愛用してるんですけども、どんな違いがあるのかっていうのを聞いたらなっていうことで、レンズカラー的にはこっちプライムタイム、はい、これデイタイム、はい、そんなに変わりはないんですよ。はい、まあ薄めのレンズカラーで、で表面のこの処理がちょっと違うんですけど、わかるかな、微妙な、こっちがデイタイム、こっちがプライムタイムなんですけど、ちょっとだけ濃い感じ、そうなんです、仕上がってる、はい、ということですか。このね、プライムタイムスペシャルで日中、まあ、かけられないこともないんですけど、ちょっとやっぱりね、はい、光が強すぎちゃう、やっぱりマズメ時のローライト用なんで、ちょっとやっぱり日中だと光が強すぎちゃうんで、これ1本でやってるとちょっとやっぱり目がね疲れてきちゃうんで、ちょっとねミラーをより濃く、ブルーを濃くして、この乱反射を防いだモデルがこのデイタイムスペシャル。まあバスの方もこれから日差しが強くなってくると思うんですけど、はいはい、そうするとやっぱりその濃い色のレンズをかけちゃうと眩しくはないんですけど、はい、目をねこう凝らして見ることになっちゃうんですよね。濃すぎると、そう、色が濃すぎると、はいはい、だからそんなに暗くならずに水中が見やすいそのレンズを、うん、もうすごい何度もやり取りして、はい、男子エイジーズさんとやり取りして、はい、できたのがこのデイタイムスペシャル。小倉さんはトップウォータープラッカーなので、やっぱり水面が一番の洗浄になるかなって印象なんですけど、はい、やっぱり偏光グラスって重要ですか。もうこれがないと、はい、もし仮に僕が釣り行ってやべ今日偏光忘れたって言ったらもう釣れない感じがしますね。っていうのはそれ肝があるかもしれないんですが、シャローって魚探かけるわけにいかないじゃないですか、はい、仮にね魚探かける人は、はい、でも僕ら釣りするのってもう1メートルより浅くて、はいはい、そんなとこ魚探かけたら魚逃げちゃいますし、はい、でそういう浅いところこそその小さな変化であったりとか見つけてそこに打っていく、はいはい、で誰でもね見てわかるようなポイントって誰でも狙うんですけど、水面下にあるちょっとしたものにバスがついてたりとか魚がついてたりするんで、そういうとこやっぱり今やっぱ狙っていかないとなかなか釣れないですよね。あー、だから半水面の下にあるようなちょっとした変化を実はかなり重要です。あー、今海でチヌ釣りも行ってるんですけど、はい、めちゃめちゃシャローなんですよ、はい、でやっぱりその、砂地と岩の違いとか、はい、駆け上がりの色の違いとか、はい、砂地でもちょっと貝が混ざってるのか、それともさらっと砂だけなのかって、その違いだけでも全然釣果が変わってきちゃうんですよね。牛久沼なんかで行っても、うん、牛久沼って一見もう足っ腹で、うん、何にもないところ、まあ、これ後ろにもいっぱい映ってるんですけど、うんうん、そういうところからバス、うん、トップウォーターで見つけ出すじゃないですか。そういう時もすごいシャローを狙ってるんで、はい、光が通るんですよ、濁ってでも、はい、マッティでも、はい、だからちょっとうっすら杭が隠れ杭が見えたりとか、はい、そういうのするんですよね。そういうのそういう小さいところについてるんですよ、意外とでかいのは。秘密いっぱい聞けちゃったんですけど、これもう発売の日程とかも確定してるってこと？一応6月1日から発売で、はい、取扱店様にはその前に、うん、
デリバリーしていく感じなんですけど、はい、前回のあのプライムタイムスペシャルが結構なスピードで、そうですよね、手に入らなかった人なんかももしかしたらいるかもしれない。はいはい、いや今回もねたっぷり作ってるんですよ。前回もすごいたっぷり作ってるんですけど、はい、今回もたっぷり作りましたんで、で、プライムタイムスペシャルはやっぱりマズメ時とかローライトの時で、ちょっと一日の中では短い時間帯のスペシャルなモデルなんですけど、はいはい、このデイタイムスペシャルは一日の中でもね、明るくなってきたらとか夕方ちょっと前まで長い時間かけられるんで、こっちの方が使用頻度は高いのかな。これは、もしお店店頭に来れない場合はいつものラインスラックのホームページとかからも、そうですね、全然できます。購入することができるってことですか。で色がねそんなに濃くないんで、はい、その晴天だけじゃなくて、はい、まあ、曇りの日とかも全然かけられるレンズになってます。ちなみにおいくらは7200円プラス税ですね。7200円プラス税、はい、自分の通常使ってるサングラスとか、うん、まあ銅入れてるのもあるんですけど、うん、なんかカスタムしてすぐ3万4万とかしちゃうんで、うんうん、やっぱりダンシェイディーズの価格帯ってすごいありがたいです、ね、すごいね、買いやすい、価格帯だと思います。自分も前回のプライムタイムスペシャル、はい、まあ、車に乗せておいたり、はい、あとはまあ、いつでも取り出せるようにぶら下げてるんですけども、はい、今回はデイタイムスペシャルはこのオレンジ色のケースになって、はい、こういう感じですね。で前回はほらね、この黒だった、はい、黒だからこれ2つ持ってる人はこれつなげるとね、はい、あちょっと眩しいからデイタイムやろうかな、ちょっと真面目はこうプライムやろうかなって、すぐ色で分かっちゃう、はい、入れ物で、いや、ね、これ2つこう持ってればもう完璧ですよ、一日中。いや、名前も入ってるんですよね、デイタイムとプライムバッチリここにね入ってますから、はい、デイタイムスペシャルで、こっちプライムタイムスペシャル、こうやって言ってたらやっぱり、うん、違う、違いが分かる、濃いですね、濃い、ちょっと濃いだけなんだよね。確かに日中用、海用っていうことで、自分も結構濃いミラーの青のレンズ作って使ってるんですけども、やっぱりきつすぎて朝まずめとか早朝にこう山登り降りする時とかに見づらいなっていうのがあって、その多分なんか想像なんですけど、絶妙な絶妙なノートなんで、はい、小倉さんだから作ってるんだろうなと思って、本当にこれもう何回も何回もやり取りして、はい、できたレンズなんで、もう自信作です、はい、これは、はい、はい、自分はこれ最初の前段の打ち合わせとかちらっと、はいはい、見たことがあるんですけど、ものすごい膨大な数のフレームの中から、はいはい、プライムタイムができて、はいはい、で今回デイタイムも同じフレームでいってるじゃないですか、はい、やっぱりこの形が大人的にはグラッサーっていうこのモデルは、はい、今ダンシェイディスさんは、はい、もう販売してないんですよ。あ、もう作ってない形なんですね。で、はい、今回このやっぱりプライムタイムスペシャルに合わせたフレームが欲しくて、これ無理言って作ってもらいました、このフレーム。この型が好きな人にも、はい、チャンスだし、このねグラッサーってモデルって、はい、どなたにでもね結構似合うモデルなんで、派手でもなく地味でもなく、はい、その何ですかね、絶妙ないい感じのフレームなんですよ、はい、うん、自分は今年もずっとプライムタイムのも使ってますけど、本当琵琶湖行った時とかも、うん、なんか微妙なすごいクリア、初めてあんなクリアなとこで釣りしたぐらいなんですけど、ほっこ、ほっこの方で、はい、微妙なやっぱブレイクの位置、遠目でもしっかり確認できたし、うん、おかげで結構なんだろう、展開が作れたなっていうのと、うん、最近もずっとまあアフタースポーニングが終わってちょっとボケーと疲れて浮いてる、バスとか、はあ、そういうのをかなりしっかりと探していい釣りできてるんで、はあ、助かってます。いやもうね、偏光グラスがないとね、もう情報量がほんと減っちゃうんでね、はい、ぜひいやこれを使ってね釣りをしてください。はい、やっぱり軽いからね、
疲れないですから。そうですね。24g。 24g なんですね、はい、これ自分なんかメガネっ子なんで、これにそのまんまもうこれオーバーグラスでかけられちゃうぐらいですもんね、はいはい、全然かけてる感じわかんないぐらい軽い。 24g 24g、もうまた争奪戦になっちゃいますね。いやー、ちょっとお早めに皆さん、詳しい数は言えないけどでも小倉さん的にはいつもの通り俺はいっぱい作ったんだよ。はいはいはい、ただ案外早く俺なくなっちゃうと思うんで、気になる人は早めに取り合ってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で浅草のラインスラックに来たら、試してかけて水槽でチェックなんかもできちゃうってことですもんね。試着もできて、これをかけてですね、はい、まあ、ここ水面にちらつきがあるんで、こっちから、はい、まあ、光が入ってるんで、はい、でこれをかけると、まあ、ちらつきがどんぐらいなくなるかなっていうのも分かるんで、はい、ぜひこう試してみてください。はい、はい、もうね、釣りのね最新兵器はこれですよ。デイタイムスペシャル、ぜひ皆さんお試しください。